どうも皆さんこんばんは、ボッキーです。皆さんは僕のチャンネルの動画を何個見てくれたことがありますか？まあ1000個以上動画があるので、まあ、全て見てるっていう方はさすがにいないと思うんですけど、僕は5年以上ね動画を投稿してきて、その5年間の間に投稿した動画で再生回数が多い順の動画っていうのをちょっとねみんなと一緒に見ていこうかなって思ったんですよ。で大体が 2,3 年前の動画で、まあうわーこんなことやってるよっていうのをちょっと皆さんと一緒に見ていこうかなっていう企画です。あーこれ別に決してド M とかじゃないからね、マジで本当に、いやむしろ S だからね、むしろ自分に厳しいっていう意味で S、 もう やっていこう。でここの並び替えをすると、まあ人気の動画が見れるんですけど、まあこれは実はその公開されてるやつで、実は限定公開のやつとかも何本かあるので、本当はこれですね。ひどい。美少女のおっぱいを触ると得点が入るゲーム。これ一番再生されてんだよね。779万再生。おかしいな、本当に。で、まあ、パーッと見てもらうと分かりますように、2015年なんだよね。2014、2015が一番伸びている。っていうか、まあ、時間が経ったから単純に伸びたっていうのもあると思うし、まあ、伸び始めだったのかな。じゃあ一番上から見ていくか。アホだな。はい、ロスくんはポッキーです。今回はですね、面白そうなフリーゲームが何個かあったのでやっていこうと思います。今回やるゲームはですね、こちらどうぞ。ですね、この人が僕です。はい。この人が僕です。ちょっと声が若いね、やっぱり。これなんかね、海外で流行ってたんだよね。あですね、リスナーさんに教えてもらったゲームなんですけどね。あ、リスナーさんに教えてもらったって言ってるわ。お風呂に入れるゲームらしいです。誰かもう入ってます。ちょっとワクワクして、いや本当にとんでもないゲームだよこれ。どうもです、その意見超正論。うん、超正論。なんか俺時々手を出なんかプリンちゃんとお風呂に入るっていうゲーム、うん、だから全然やってねえ。え、待って。このゲームさ、1分半くらいしかやってないんだけど、この動画で8分のうち。やばいじゃんマジで。他別のゲームだよこれは。とんでもねえ。これはとんでもねえ。で、この動画、サムネイルもなんかこのプリンちゃんのサムネイルだったんですけど、やっぱ一番僕のチャンネルで伸びてる動画ってことで、いろんな雑誌とか、あと YouTube の記念の本にも、このサムネイルが取り上げられるっていうね、もう本当にとんでもないゲーム実況者だと僕は思われてますよ、本当に。で、2番目が GTA5 バイクで高速下山完全版ですね。はい、どうも、そこはポッキーです。今回もね、グランドセフトオート5をやっていこうって思うんですが、もう今回のね、このグランドセフトオート5はもうね、なんていうか、笑いっていうより感動が待ってるんじゃないかなっていうくらい、もう僕は気合が入っております。何をするかというとですね、まずここ、山の上です。もう分かった方いるかなっていうかさ、今思ったんだけどさ、もうタイトル見た時点で分かるよね。うん、タイトル見てきてるんだからね、みんな。ひでえなマジで、もうほんとひどいわ。まあなんかね、 GTA っていうゲームで山の上からバイクで下ろうっていう企画を真剣にやってます、この男。この時マジでやってるんで、これはいネタとかじゃなくて、これマジでやってる。それ考えて見てくれたらちょっとさ、よくない？真剣にやってるからこれ。このところに来たの初めてだもん。だってクリアできたんだっけ最後。じゃあ右、あ、うん、あ、嘘、やった。あ、いけそうじゃない？マジ？マジ？来たイエーイ！ドゥエー！あんま喜ばねえっていうな、これ。ちょっとコメント見てみるか。まだ見てる人いるのかな？ 2018 年にもなって。まだ見てる人いる？さすがにないか。今見てる亡者かも。まだ見てる人いる？さすがにもう見てる人いないよね。それしかねえ。これが第4位の動画ですね。世界一無計画な人がダイヤを盗もうとした結果、これ世界一つけとけばいいと思ってた時代。はい、デスクワーポッキーです。今回はですね、面白そう本当にはいデスクワーに表現な、そうなフリーゲームがあったので実況プレイしていこうと思います。声高くね、ちょっとね。ナイスです。意味ある、ね、これね、ゲームはマジで面白いから。ゲームはいや、僕の実況が合わさって最高になってる。ライフオブポッキー、サメと漂流した2分間。これ確かなんか映画、ライフオブパオみたいな、なんだっけ、パオだっけ、なんだっけ、ライフオブパイだ、ライフオブパイ、虎と漂流した
3時間だっけ、なんだっけ3時間どころじゃねえか、虎と漂流した227日間っていう映画があって、それをもじったタイトルですね。で、まあ無人島生活をする。いやまた来てしまったね。ナイフ最強。世界にはね、もっとねお宝があるらしいから、俺はそれを求めてまた。え、サメくんとんでもない姿になってるけど、サイコパスはこっからか。これホラーゲームで530万再生になってるけど、なんでこんな伸びたんだろうって思った動画なんだよね、これ本当に。これ後から見てめっちゃ再生されててびっくりした記憶ある、確か。はい、ロスコアポッキーです、はじめまして。この感じなんだ、やめて、もうカメ。なんか赤ちゃんになるホラーゲームなんだけど、まあ確かに面白いんだよ、面白いゲームではあるんだけど、なんでこんなに伸びたんだろうって思ったな。そしてハッピーホイールズかウィールズか知らないけどね、パート31がなぜか一番再生されているという謎。入っちゃった、なんか変な声。うわ、息子と感動の再会、過去死んでる、助けて、痛い、お尻に刺さった、おお。な、ようこそ皆さんこんばんは、ポッキーです。ハッピーホイールズ実況プレイやっていこうと思います。おじさんのこの服ダメージ加工かなって思ってたんですけど、多分暑さ対策ですね。うん、多分この歯がこことここないのも多分暑さ対策ですね。ってことでやってこのね、人の心をつかむトーク、オープニングトーク、さすが待て、ゆっくり、オッケー、前のやつらも生きてる、待って、なんか音質悪いよね、マイクの。ねえ、マイクの音質悪いなって思っちゃうわ。でもだから悔しいのが、こういう今僕が見て、うわーうわやり直してって思う動画が一番再生されてるってことは、その一番みんなが知ってる僕、ポッキーさんのイメージがこれってことだから、もうほんと悔しいよねほんとに悔しい。そしてスプラトゥーンの白インクフェスがもう少しで500万再生ということで、懐かしいな白インク。はい、レスくん、ポッキーです。スプラトゥーンにフェスがやってきたということで、や元気だね。うるよ、なに、なにてるの、なにてるの、あれなんかおかしかった今。よしよしよし、いいぞ、しっかり塗って、ここは任せて。でもね、やっぱり自分の動画だわ、覚えてるまあ当たり前のことなんだけど、やっぱ覚えてるわ。うわ、ここ、こういうプレイしたなーっていうの全部覚えてる。3年前でも。てか、これ3年前か。スプラトゥーン3年前か。おっと、なんだこれは。なんだこれは。これは。これやばい、これ。これ変えとくか、サムネイル。恥ずかしいな。そしてまた懐かしいもの。スケート3のパート3が一番伸びてるんですね、実は。パート1だと思ってたわ。ほぼ垂直の壁をつけるスケーター。はい、どうも、さこは、ポッキーです。もうね。懐かしい。そんなこと言わないで。さあ、行くよ、一回で。うわっ、さあ、助走。行くか、まだ下ありますね。懐かしいな、スケート3。おもろいんだよな。うわっ。てか、なんでこんな画質悪いんだろうね。はい。自分でも分からんくらい画質が悪い。足を振っている。まあ、確かにプレイステーション3では撮ってるんだけど、こんな画質悪くないよね。何回見ても飽きない。いや嬉しいな、このコメントは。そしてこれが僕の一番伸びてる実写動画まあゲーム実況なんだけどね、ゲーム実況なんだけど、 VR ポキマル T シャツ、ここが YouTube というサイトか。いやずっと探したぜ動画投稿サイト、 YouTube が一番いいって聞いたから今回はここで動画を投稿しこれ邪魔だ。おお、すげえ、すぐに焼けた、いいね、おいしそう。でめちゃくちゃこのこれ絡まってるっていうね、イヤホンの、イヤホンというかヘッドホンの線が。あとすげえ懐かしい、 JK のパンツを取りまくれる変態ゲーム、これはね懐かしいな。これ別に普通のゲーム静止画で見ても面白いなこれ。で次に実写で伸びてるのがなんと IT の VR なんですね。 VR が俺結構伸びてるんだよね、どっちかっていうと。意外だよね、これ怖かったからな。うん、これもう一回やってくださいって言われたらちょっとためらうレベルに怖かったんだけどね。しかも結局イットの映画見てないっていうね俺なんかいろいろと俺間違えてるよね。うん、最後のシーンだけ、オチだけ、じゃあ皆さんで見ましょう。あー怖い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 、何やね、これね、マジオーバーリアクションじゃないから、ほんと怖いから。見てる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 、どうなの、どうなの、どうなの、うわー高い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 、うわー落ちた、
このイッターが一等に聞こえるって言ってコメント欄で話題になってた。へへ。そしてお菓子の場面集で一番伸びてるのはなんと、100万人記念のお菓子の場面集なんですね、実は。これが一番伸びてるのちょっと意外なんですけど、いや懐かしい、本当に懐かしい。待って、あのさ、ちょっとホットドッグ取りたいんだけどさ、冷蔵庫から。これ多分机が邪魔だ。うわ懐かしい、ポケモン GO やったんだよね、メイさんと。一人の枠が出るじゃないですか、真ん中に。あれが赤いほど、どうやらレア度が高いらしいんです。難易度が高いとか。そうなんですね。そうそうなんすか。あと懐かしいわ。何これ、おでん食ってんだけど。うまいな。コメント下手くそか。痛い。あ、これ痛そう。あ、これ普通に痛いやつだ。笑えない笑えない笑えないレベルに痛いやつこれ。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、3年前も今もそんな変わってねえなっていう感想ですね。むしろ今の方がうるさくなったかもしれない。ちょっとね、やっぱりこの動画では、コメントする側の僕までうるさかったら、もう意味わかんない動画になっちゃうんで、ちょっと冷めた目で自分の動画を見返したんですけど、あんま変わってなくて余計恥ずかしくなりました。はい。ということで、これからもね、こんな感じで実況動画撮っていくんで、よろしくみんな。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ、高評価を押してね。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。